皆さんこんにちは、森下玲香です。お元気ですか？さてユーストリーム2回目の登場です。この放送を見てくださってる皆さん、どうもありがとうございます。9月の12日に、配信になりました私のニューシングル、アナザーサン2012、そしてあなたの風が吹くから Your Wind is Blowing、 この2曲もう聴いていただけましたでしょうか？まだなんて、言ってる方もいるかな。ぜひダウンロードして聴いてください。この曲は、1997年に、発売になりました私の7枚目のシングルとして、一度リリースされてます。当時そうですね、ちょうど15年前になりますが、ちょっと今日はその15年前のことを思い出しながら、いろんな思い出話をしていきたいかなと思います。当時その15年前、私はレコード会社を、BMG ビクターから、イーストウエストジャパンっていうところに移籍しまして、第2弾目のシングルでした。確か、春先ぐらいから制作に入ってまして、夏に入る頃にはもうほとんど出来上がってたような状態だったかななんて思うんですけれども、その時にちょうどカプコンさんから、このロックマンダッシュっていうゲームソフトが発売に、されるにあたって、森下さんの曲でいかがでしょうかっていうお話をいただきまして、じゃあぜひにっていう形で、タイアップを組まさせていただくことになりました。当時、ロックマンは10周年ということで、その記念となる作品ということでロックマンダッシュっていうのが制作されたと聞いております。でね、その頃私は実はまだゲームっていうものをあまり知らなかったんですが、ですけれどもプレイステーションというものをようやく手に入れていて、私もゲームを最初にやり始めたような記憶があるんですけど、その時にロックマンダッシュ、ソフトをいただいて、ちょっと頑張ってやったんですが、確か一度もクリアできないまま今に至っているような記憶があります。なかなか面白くって、動きがすごく 3D なのあれって、当時は 3D って言い方はしなかったのかな、なんか 3D ポロモンっていう形で、なんかそんな形で新しく、本当に新しく、出た、ゲームなんですよってカプコンの方からすごく説明を受けた記憶があります。そして RPG であるっていうことと、それとすごく画像が綺麗だっていうことと、それとキャラクターがとっても可愛いんですっていう、お話を聞かされました。で、確かに見て、いやすっごく綺麗だなーなんて思って、可愛いなーなんて思いながら、そして最初は1曲だけ、アナザーさんだけが、確かタイアップでってお話だったんですが、もう1曲のあなたの風が吹くからっていう曲で、エンディングテーマにお話になった時に、できればその世界観をゲームの世界観と合わせることができませんでしょうかっていう話だったので、いろんな、ことで、いろんなことを考えながら、この曲を聴いてくださってる方と、それとゲームをやってる方と、私とで、なんか気持ちが共有できるところがあるんじゃないかっていうところから、あの歌詞が出来上がったような気がします。そんなこんなで、あの2曲は、すごく皆さんに愛されてきたわけですが、なかなか今手に入らない、今なかなか聴くことができないっていう声もあって、新たに、曲を作ってくださいっていう声も多かったんで、今回思い切ってリアレンジという形をとって、この秋にリリースさせるということに、踏み切りました。そして、まあ、やおやくここにたどり着きました。たまたまその年が、ロックマンダッシュ、15周年に当たるということも、これまた何かの縁かななんて思いながら、ちょっと感慨深げな、日々を過ごしております。ぜひそんな2曲新しくなりました、形を変えて新たに命が入って、そしてちょっと大人になってリリースされました。ぜひ皆さん聴いてください。9月12日配信スタートされました。よろしくね。それではまたお会いしましょう。森下玲香でした。バイバイ。